皆さんこんにちは、たやきもですでございます。今回はね、新発売された、HGC、ライジングフリーダムガンダム、ちょっとね気にならないところありますね。改造していこうかなと思っております。はい、どこをするかと言いますと、まずフロントスカートはね、少しまあ表現方法なんでしょうけども、アニメというか映画のね、やつより少し短いような感じがします。少しだけ、はい、延長するのと、まあ、ここ段差ありますんでね、延長するのと、そしてここですね、なんかアンクルガードというかね、なんかちょっと横に大きいような気がしますんで、ね、そこら辺ちょっと入れていきたいと思います。はい、アンクルガードはですね、こう2パーツ構成になってて、はめると、スライドしてはめると、こんな感じで、まあ、足のところはまるんですけども、ここ の、 そのスライド機構のせいでなんかちょっと分厚くなりすぎてるのかなと思いますので、まずはこちら側ね、こちら側を、カットします。はいはい、ここ内側でも全部カットしちゃいましょう。そしてこちらの方は前の方ですね、前の方は内側、ここに少しのリブがありますので、リブを削り落としてみましょう。はい、こちら側加工してみました。こちらはノーマルね、まあ、似たような角度でこうパツパツと内側に寄るように切ってみました。まあ、だいたい1ミリぐらいかな。で、こちらの方は内側に寄った時ね、ここら辺が干渉しないように、削りました。こっち削ってない方ね、こっち削った方。はい、で、基本はスライドしてここ蓋がされる感じなんですけど、まあ削ってるのでもうちょっと内側に入るとあれですね。ちょっと角が合ってないので削ってみましょうか。はい、なんかこんな感じですね。はい、ではね、こちら側も削ってね、足首はめてみましょうかね。はい、こちらはできました。違和感が少し減ったかなと思います。はい、ノーマルだとね、こんな感じ、なんかちょっとすごくこうギプスしてるみたいな感じね。はい、こちらだとちょっと細くなって一体化してるような気がします。映画のね、アニメシーン見てみると、それほどここのねアンクルガードごつくないのでね、はい、こうした方がイメージ近いのかなと思います。では反対側もねやっていきましょう。はい、フロントアーマーって言ってるんですかね、改造終わりました。 0.5 ミリプロマンをねここに貼り付けて形整えてね、 0.5 ミリだとちょっとねはみ出るんで少し削ってね、はい、形整えてます。はい、こんな感じで、線に合わせると少しだけね上に、行って伸びてるのが分かると思います。はい、ではね早速はめてみましょうか。はい、こんな感じでできました。どうでしょう、なんとなく良くなったような気がします。気になるとねそこばっかり目いってしまうってね、はい、シードのセリフでもあったような気がしますけどねこんな感じで、まあこの足のラインですね、このままだと少しやはりでかすぎたのかなと思います。でフロントアーマーもね、このミニにもよるかもしれないですけどね、こうちょっと尖った感じ、そしてここがねギュッとはめてもこんだけ見えるかな、こんだけ段差があるんですよ、この白いの見えてるような段差ですね。なので多分バンダイさんもこうやって改造するようにこういう
遊び心というかね、あまりしろというかよくわかんないですけどね、はい、伸びしろですか、はい、伸びしろですね、はい、残しといてくれたんじゃないかなと思います。はい、で、太もももね少し隠れてね、かっこいい感じになりますんでね、アニメ映画の中で出てくるこのライジングフリーダムだとね、この白い部分もうちょっと上まで行ってるんでね、はい、まあそこら辺も気になる方はその内部メーカー、上の方のメーカーもちょっと白っぽい感じで塗ったりしてね、フォローすればいいのかなと思います。はい、今回はね、この間発売されたばかりのライジングフリーダムガンダム、いきなり改造するのはどうかなということで、一回素組みで作ってから最初から気になってたところを回収してみました。そしてね、このライジングフリーダムを利用したこのねベースとしたいろんなシード系のキット改造予定でございますね。改造お好きな方はね、少しそこら辺も楽しみにして待っていただければなと思います。はい、そしてですね、もう一つのシードフリーダム映画版のキット発売しております。こちらね、今羽がポロンと落ちましたけども、はい、羽つけときましょう。なぜ落ちたでしょうね。はい、こちらのキット、ジャスティスの方も利用してね、何かしようかと思ってます。まあ、すごくね、こう、こちらの今回やったフリーダムもね、なんていうんですかね、塗装してませんよね、シール貼っただけなんでね。はい、まあ、塗装しなくても、まあ、このグレーのプラバンですね。はい、これを利用すると、まあ、なんとなく色似たような感じになってね、はい、色がなくてもいいかなと思いますよね。はい、まあ、こちらの方をね、少し毛色の違ったというか、何ですかね、はい、ジャスティスでは何かに簡単に改造できればなと思ってますよね。その辺も、はい、楽しみにして待っていただければなと。で、まあいろいろな企画しております。シードの中にね、いろんなシードフリーダムですね、映画の中にいろいろな機体出てきましたけどもね、はい、皆さん好きな機体ありましたかね。最近はすごく好きな機体もね出てきたんで、もちろん2機以外にもね、やるつもりなんですけどね。そして発表されました、マイティストライクフリーダムガンダム、ね、そしてインフィニットジャスティス新潟なんですよね。やっぱりこうフリーダム系のね、胸部がやっぱりここが一番要かなと思いますので、そこら辺がちょっとあんまり好きじゃない形だったんですね、マイティストライクフリーダムガンダムの方がね。あ、で、設定画とかも見ましたし、ガンダムチャンネルさんでね、公式になんか映像出てるマイティストライクフリーダムガンダム、見てみたんですけどね、キットとちょっと違う感じがするので、ね、そこら辺もマイティの方がマイティストライクの方が5月発売でしたね、2024年5月発売予定ということで、ね、それまでに、ちょっと胸のところをね改造したもの何かやろうかなと思っておりますのでね、はい、楽しみにということで、はい、今回は出たばっかりのキット改造チャレンジしてみました。はい、スムーズになったんじゃないかと。ちょっとね、すぐみまだ他の作ってませんのでね、横に並べて比較っていうのはできないんですけどね、動画前半の方持っていただいて、ここら辺の違和感見ていただくと分かると思います。はい、それではこの動画面白いと思います。シャークとタン、チャンネル登録、ツイッターの方、よろしければね、Dラボも経験研究所でね、大輝がアドバイザーとして参加しているチャンネルございます。そちらの方でもね、シードフリーダム系の動画どんどん出ていくと思いますので、そちらの方も要チェックということで、よろしくお願いいたします。では、さよなら。